けたら妻が倒れてる背中に突き刺さる包丁床は血まみれ知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕は落ち着いて今日の掃除が大変そうだと笑うと妻はうつ伏せのまま満足そうにクククと笑ってた。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すらできない。ある日は頭に矢が刺さってたり軍服で銃抱えてたり万宝の着ぐるみが死んでた時はどう死ねようかと思った。後片付けも結構大変で床の血のりを洗ったり矢が刺さったまま晩ご飯作るのは勘弁してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗るからできるだけするね。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなく飛ばして海見に行ったりしたのに結婚直後初めて部下を持ち仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのはあの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待ってる妻の演技見ることが僕ら二人の愛の形ならばそれはそれでありだろう。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。今日はどんな死に方しているのか期待して開けるドア。